しばらく地上の人じゃなくしてやろうか。なことできるかよ。つべこべ言わずにかかってこい。そこの関係者、ダストシート。つまりお前はヒゲ剃りを持ってるってことだ。っていうことは持ってるわけないだろう。どうしてと言ったのは、私がお前に自分の所有物を貸してやる義理がどこにあるんだという意味だ。そもそも、そもそも女性にそんなことを聞くのは失礼だろう。外すと落ちるがどうする。え、はい、落ちたいか。そうか、僕何も答えてないっす。思わず本気で蹴ってしまったじゃないか。なかなかいい蹴りじゃないか。喧嘩の後は仲直りだ。ちょっと付き合えよ。何なんだ今度は。まあまあいいからさ、ちょっとそこまでだ。どけよ、あの子言っちゃうだろ。どかないなら腕づくでも通るぜ。身の程知らずめ、消え失せろ。どうなったら先手しちゃおう。すまん、思わず蹴り返しちまった。死ぬわ。おい岡崎、こんなところにいたのか。一緒に昼。うわー、てめえこの前僕を蹴り飛ばしたクマ。そこ動くな。こないだのリゾンベだ。リゾンベ、あいつ英語はいつも赤点なんだ。うわー。